食後に食べたくなる極上クレームブリュレ。まずは静岡市葵区人宿町の大通り沿いにあるレストランアンジュール。オープンから28年、フレンチベースの洋食が人気のお店です。お店は絵本のタイトルからいただいたんですけれども、ある一日という意味です。人気のランチはオムライスがメインのブリュレセット。サラダ、オムライス、クレームブリュレでドリンクがついているセットなんですけれども、人気のオムライスとデザートのクレームブリュレを一緒にコースの中に入れようという形でやってます。ベーシックなケチャップベースのチキンライスに県内産の卵をたっぷり使います。オムライスはシンプルな昔ながらのオムライスなんですけれども、少しこうふわとろというか柔らかい感じになってケチャップソースの王道オムライス。優しく包まれた卵とソース、そして旨味のあるチキンライスで三重奏を奏でます。オープン当初から根強い人気のデザートがクレームブリュレ。簡単に言っちゃうと濃厚なプリンみたいな感じですけども、表面にお砂糖をこう焦がしてパリパリっていう形のこう楽しみような感じですけども、あとうち特徴として紅茶のアイスを乗せるんですけども、それと一緒にこう食べてもらうとまたちょっと違う味がして、生クリームをたっぷり使って濃厚な味わい、砂糖を焦がした香ばしさが後を引く美味しさです。続いては国産和牛を使ったディナーメニュー。デミグラスソース自体1週間ぐらいかけて仕込んでます。牛骨と牛すじ、あと鶏ガラと、あと香味野菜ですね、人参、玉ねぎ、あとは香辛料。ゴロゴロっと肉が乗った和牛のビーフシチュー、口の中ですっとほどけていく極上の柔らかさ。こちらは寒いこの時期にしか提供されないオニオングラタンスープ。玉ねぎをニンニクとひたすらソテーして、もう飴色になるまでソテーし続ける。食べた感じ熱いですね、熱くて、まあ、隠し味っていうか香り付けにシェリー酒を使うもんですから、この香りがすごい立ち上がると思います。玉ねぎの甘みやブイヨンの旨みが引き出されていますよ。デザートにバスクチーズケーキも評判。表面の香ばしい苦みと中のしっとりとした甘さがやみつきに。シンプルに言っちゃうと美味しいものを提供していきたいなっていうのと、いつでも変わるな味を提供していきたいなと。丁寧な料理作りでファンが多いお店、静岡市のアンジュールです。